お疲れ様です。今回はですね、不妊治療についてお話ししようかと思います。まあテーマは不妊治療なんですけども、でも誰にでも訪れることがある入院とかね、怪我とか病気っていうことで、長期の期間でお仕事を休まなければならないっていうことあると思うんですよ。で、それを私で体験したのは不妊治療だったってことなんですよね。概ね2年ぐらい他のことがほとんどできない、もしくは完全に後回しになる状況が2年間起きました。不妊治療ってのはどういうことかっていうとね、まずね、女性の体がかなりの割合で拘束されます。それは肉体的にも精神的にもです。例えば不妊治療中の女性っていうのはね、やっぱ不妊治療に意識がものすごく向いて、それから自分の体にいろんなね、ストレスを受けたりとか注射を受けたりしますんで、やっぱりね、基本的には楽しくないわけなんですよ。ですんで私の場合は、クリニックに行くのを午前中にして、で午前中もね、結構待たされるんですよね。本当に不妊治療っていうのはたくさんの人がいらっしゃるんでね、順番がなかなか10時ですよと予約しても、だいたい1時間とか2時間待つのは当たり前なんですよ。まあ、そうして待ってる間に、まあ、大抵の方はね、クリニックに行くのは女性一人なんですけども、やっぱり一人だとね、つまんないし、いろんな不安なことを考えちゃうんですよね。で、私はそういう場合でも一緒に行ってですね、1時間でも2時間でも一緒に待つってことをしたりとか、ちょっと出かけてきますねみたいな感じで声をかけて、30分とか1時間とか外に行ってまた戻ってくるみたいなことを2人でやったりとか、またですね、その日の処置が終わりましたら、その後はレジャーの時間にしてみたんですよ。例えば今日は島の方に行ってみようねとかね、今日は海の方行こうねとかね、今日は山の方行こうねとかね、それからちょっと倉敷の方でショッピングしようかみたいな感じで、クリニックに行くその後は楽しいことが待ってるよみたいな感じで、朝から晩までべったりと一緒にいたってことになります。当然こういうことってあんまりできないと思うんですよ、というのがやっぱりこう、旦那さんが稼いで女性が不妊治療に行くみたいな役割分担をしないと、やっぱりね、不妊治療のお金って結構高いんですよ。支払いがだいたい数万円っていうかっていうのはね、毎回毎回関わってきますし、数十万ってことも何回かありましたんでね。だから懐にはね、少なくとも10万円。多い時で、やっぱりね、50万とか100万っていうのを入れてないと、会計の時にいきなり言われてもお金ありませんってことになっちゃうんですよ。まあですんで、ある程度の金額には目星つけて、お財布に入れておくってことが必要なのかなと。でもこれも、私が一緒に行けばね、なんとかなったんですけども、女性一人で行ったらそんなにね、何万も持ってないわけじゃないですか。で、会計がものすごく億劫になっちゃったりとか、で、お金がなくなったらやっぱり家に帰ってね、旦那さんに今日不妊治療お金かかっちゃったんで、またお金ちょっとなんとかしてもらえないっていうのを毎回言わないといけないんですよね。まあそうなってくると、必要だと分かっていながら男性の方も、まあお金をね、スースースー出せないところがあって、まあそれが不和とか不仲になってもいけないかなっていうところがあります。まあですんで、まあ、私ができたのは幸いにもね、お金が結構あったってことと時間の余裕があったんで、仕事のことを全く考えずにね、不妊治療を専念できたってことですよね。もちろん速稼塾の配信とかサポートとか、速稼塾の塾生さんに対するね、コンサルティングっていうのがありましたんで、そちらの方はね、そちらの方でしっかりと深夜にやらせてもらったんですけども、でもまあね、朝勤務に出かけて夕方から夜にかけて帰ってくるまで一切何も不妊治療や家庭のことができないってことはなかったんで、それは本当にラッキーだなと思いましたね。で、こういう状況って不妊治療じゃなくても入院を控えた方とかね、これから実際に3ヶ月とか6ヶ月、入院をしないまでも仕事ができないよって状況の方って、まあ、いると思うんですよ。それに誰がそうなるかっていうのは本当わからないんですよね。特に50代を過ぎていくと、長期のそういったね、入院ですとか、自分の身柄がね、仕事に向けられないってこともあると思いますんで、だから準備が必要になってくると思います。で、私の場合はたまたまインターネットビジネスを始めて YouTube を中心とした活動でね、最初に資金ができて借金の心配もなかったんで、不妊治療に専念するっていうところまで行けたわけなんですよ。でも私もね、さすがにね、収入源とかがなかったら不妊治療にトライしなかったかもしれません。したにしてもそこまでね、お金とか時間かけてなかったと思いますし、当然ですけどもクリニックの方には奥さん一人で行ってもらうみたいなことになったでしょうね。そうなるとどんなね、精神的な負担とか不安が起きたかわからないなと思うと、やっぱりね、体のメンテナンスっていうのはそれに集中する時間を期間を与えなければ回復するものもしないのかなっていうふうに思っちゃいますね。はい、それで結局どうすればいいかってことなんですけども、ここでネットビジネスってことになるんですよ。やっぱりそうなるんですよ、だって出勤しない間に会社をクビになるってことはないにしても、やっぱり一定期間仕事ができなくなる方って多いと思うんですよ。それから収入がなくなっちゃう方ってね、そんな時どうするんですかってことなんですけども、例えばね、単純なのは FX ですよ。
FX はそのスマホですよ、極端に言ったら。スマホじゃなくてもパソコンのねデスクに座ることができればマウス1個でも仕事ができるわけなんですよね。仕事っていうよりも収入ができるわけですよ。まあそうなった時に自分の手持ちのね、資産を10万円を毎月毎月15万とかに増やしていけば5万の利財が生まれるわけですよね。まあ、その5万っていうのは非常に、助かることになると思いますし、安定して勝ち越せるような FX のスキルが身についていれば、まあ、入院中もお金を増やし続けることができるんですよね。まあ、増やすペースがね毎月100万ってことにはならないと思いますけども、やっぱり元金資産の多い少ないによってその資産をね 20% とか 30% 待ちにすることは常にできますんで、まあ日々の生活はなんとかね最低限クリアできるんじゃないかなと思いますし、もし資金があればね、やっぱりこう FX 専業で何も普段の暮らしと変わらないような、まあ、そんなね、暮らしもできるのかなと。でもやっぱり問題なのは自分の身柄が現場にいないとできない仕事っていうのはやっぱりきついよねってことなんで、それを全然ね否定することではありませんけども、徐々にその割合を変えていく。現場の仕事を7割そして、自分のいわゆるネットビジネス系のやつをねそれを3割ぐらいにしておけば、7割が休みでも3割でなんとかねやっていけるかなっていうところと、場合によっては7割が減った分3割を5割6割にこうね増強することもできますんで、暮らしのバランスは取れるのかなと思います。何にしても元気なうちに準備をしておかなければいざという時は何もできない手遅れになっちゃいますんで、始めるなら今ですよってことですよね。お疲れ様です。